皆さんこんにちは。フェンシング日本代表の美濃部和康です。先日国際連盟からオリンピックの選考に関する発表がありました。ようやく目標としての一つの目処が立ちました。これまでと目標は変わらず、まずはオリンピックの残された選考レースをかけた2試合を勝ち抜き、オリンピックの出場権を獲得し、オリンピックの本番ではきっちりと金メダルを獲得することを目標としていきたいと思います。そのためにも皆さん今一度うがい、手洗い、マスク、そしてソーシャルディスタンス2メートル、ここをきっちりと守っていきましょう。この危機をみんなで乗り越えていけたらと思います。